2020年4月1日より放送がスタートした TV アニメ神の塔タワーオブゴッドより第3話のあらすじと場面カットが公開された。また吉野博之さん、伊藤静香さんが追加キャストとして発表された。2020年4月1日より放送がスタートした TV アニメ神の塔タワーオブゴッドより第3話のあらすじと場面カットが公開された。また吉野博之さん、伊藤静香さんが追加キャストとして発表された神の塔タワーオブゴッドは韓国の Webtoon ポータルであるネイバー Webtoon にて SIU 社さんが2010年から連載しているウェブコミック。2018年からは日本でも LINE 漫画にて連載されており、現在28カ国語に翻訳されている。 RR 韓国発、全世界累計閲覧数45億以上の人気ウェブコミック神の塔タワーオブゴッドは2020年春 TV アニメ化。このほど4月15日に放送される第3話正解の扉のあらすじと場面カットが到着した。あらすじ、総監督官であるユハンに告げられた試験内容に癇癪を起こすラークと、それをなだめる夜。そして思考を巡らせている君。時間は刻々と進み、彼らが取った行動とはヘリップ。脚本吉田エリカエコンテ、佐野隆演出、小木充六女創作画監督、谷野美穂作画監督、浜中智子、林智子、石川健介。また追加キャラクターの情報とキャストコメントも公開された。コント CV 吉野博之選別試験の試験会の一人、探索者ポジションの講師でもある短期で負けず嫌い、吉野博之さんコメント、原文ママ試験官としてよく働いてました。ややバラエティ班寄りなのかもしれませんが、腕は確かです。大勢のキャラクターが登場しますが、コントも作品ともどもをよろしくお願いします。黒の3月 CV 藤静香。黒の3月とはザ・ハードの王から選ばれた姫にしか与えられない伝説の武器、13月シリーズの一つ。持ち主のユリザハードにとっては最も大切な武器の一つだが、過酷な試練を強いられた夜を見かねて貸すこととなった。ユリ自身は黒の3月を起動させることができなかったが、夜は起動させることに成功した。起動すると武器に宿っている金髪の女性が現れる。伊藤静香さんコメント、原文ママどうも、黒の3月です。夜くんが可愛くて気に入ったので力を貸すことにしました。2018年からは日本でも LINE 漫画にて連載されており、現在28カ国語に翻訳されている。 RR 韓国発、全世界累計閲覧数45億以上の人気ウェブコミック神の塔タワーオブゴッドは2020年春 TV アニメ化。このほど4月15日に放送される第3話正解の扉のあらすじと場面カットが到着した。あらすじ、総監督官であるユハンに告げられた試験内容に癇癪を起こすラークと、それをなだめる夜。コント CV 吉野博之選別試験の試験会の一人、探索者ポジションの講師でもある短期で負けず嫌い、
持ち主のユリザハードにとっては最も大切な武器の一つだが、過酷な試練を強いられた夜を見かねて貸すこととなった。ユリ自身は黒の3月を起動させることができなかったが、夜は起動させることに成功した。起動すると武器に宿っている金髪の女性が現れる。伊藤静香さんコメント、原文ママどうも、黒の3月です。夜くんが可愛くて気に入ったので力を貸すことにしました。そして思考を巡らせているくん。時間は刻々と進み、彼らが取った行動とはヘリップ。脚本吉田エリカエコンテ、佐野隆演出、沖充六女創作画監督、谷野美穂作画監督、浜中智子、林智子、石川玄介。また、追加キャラクターの情報と、キャストコメントも公開された。吉野博之さんコメント、原文ママ試験官としてよく働いてました。ややバラエティ班寄りなのかもしれませんが、腕は確かです。大勢のキャラクターが登場しますが、コントも作品ともどもをよろしくお願いします。黒の3月 CV 藤静香。黒の3月とはザ・ハードの王から選ばれた姫にしか与えられない伝説の武器、13月シリーズの一つ。どんな力があるのかはぜひオンエアを楽しみにしてください。TV アニメ概要、神の塔、タワーオブゴッド。放送情報、東京 MXBS11 とチギテレビ、群馬テレビにて毎週水曜日24時30分より放送。配信情報、毎週水曜日24時30分より以下のサイトにて配信。 D アニメストア、 D アニメストアニコニコして、 D アニメストア4プライムビデオ、2020年4月5日以降、